サイコキネシスを使える確か能力を持つやつってことですよね。おお、一瞬で倒した2面や。これだけは本当どうしようもない。避けるしかないんで。あ、ボスや。これ2面のボスですね。ああ、死んだ。難しいな、やっぱり相変わらず。あ、でもクリアできた。あ、死んだ。音量が思ったより、これ3面のボスですね。うん、なんかね、ボスのね、ダメージを与えるこのカンカンカンって音がなんか好きなんですよね。あ、難しい。2体いますからね。よし、倒した、倒した。おい、倒した。あ、ボスや。あ、こいつか。これ一回一回ね、ボス戦の音楽は一回一回違うんですよね、これね。うわぁ、クソ難しい。よし、倒した。白骨かよ、白骨か。最近はセガといえば竜が如くって感じなのかな。竜が如くはね、専門シリーズとね、なんかその、監督が同じなんですよ。ね。名越さんかな、うん、確かね。倒した。大体あれですよね、これね。後ろから狙った方がいいですよね、これね。硬いな、こいつ。何やろ、この民族音楽みたいな音楽は。はいはい。ラスボスですね。はい、倒した。あ、まだあった。18面。あ、そうか。これが、ここはラストステージや。これ、ボスオンパレードやったな。これ1面のボスですからね。そうそう、ラストステージってね、ボスオンパレードですよ。ボスラッシュというかね。20分もかからないとか言いながら、20分かかってるな。クリアするのに、20分以上かかってるな。今回手こずりすぎたんかもな。はい。これは何面のボスやったか忘れたけど。音楽一回一回変わるんですよね、これ、ボスの曲が。なかなかしぶといな。もうちょっとか。はい、倒した。ちゃんと敵のね、ボスの名前も出てくるっていうね。はい、倒した。これラスボスやったと思うな、これ。違ったっけ？違うか。これさっきも出てきたよな、このボスな。このダブル白骨体というか、
ダブル発掘竜ね。これさっきもいたもんね。確かね、ラスボスの発掘系だったと思うんですよね。よいしょ。スケルトン系。あ、そう、これが、あ、これちゃうな。こういうやつが多いね、これ。くるくる 回ってるやつがね。言い倒した。あ、こいつやな。こいつラスボスやわ。うん、こいつやったと思う。こいつラスボスですね、確か。インパクトとしてはダブル発骨の方がインパクトあったのに、こっち。シングル発骨やもんね、ね。特にインパクトはないな、これな。はい、クリア。一気もしなずに倒せたんや、ラスボス。20分以上かかってるな。24分かかった。エンジングがすごい短いんですよね。